黒崎マインは日本の女性歌手。東京都出身。アルティマ、アリシズのメンバー。所属芸能事務所は123。所属レコードレーベルは NBC ユニバーサル。血液型は A 型。公式ファンクラブは黒崎ファミリア。愛称はお嬢。2006年秋頃より東京、吉祥寺を中心にユニットで。 ライブ活動を開始。2008年1月から、秋葉原ディアステージにて、ソロ活動を本格的に開始。ディアステージで活動中、富田明宏にその才能を見出され、黒崎マインとして、デビューの糸口をつかむ。2010年にテレビアニメ、学園目視録ハイスクール・オブ・ザ・デッドの、エンディングテーマを収録したアルバム、HOTD で、メジャーデビュー。 テレビアニメ、とある魔術の禁書目録2では、エンディングテーマをニクールにわたって担当し、前期エンディングテーマ、マジックワールドが、ファーストシングルとなった。2011年3月5日に行われた、メジャーデビュー5発のワンマンライブ、マウン黒崎ライブ2011スプリング、メモリーズファーストのチケットは、発売から8分で完売した。 2011年7月1日から4日には、ロサンゼルスコンベンションセンターで開催された、アニメエキスポ2011にゲスト出演した。アニメーロサマーライブ2011レインボーの記者会見に登場し、デビュー1年目にして初出場を正式発表。その後、2014年現在、アニメーロサマーライブ2014、ワンネスマイナスまで4年連続出場を果たしている。 2011年のアニメーロサマーライブでシークレットゲストとしてムーブの持つフリップサイドのヤギヌマサトシと共にアルティマで登場ユニットとしての活動もスタートさせテレビアニメ尺眼のシャナスリーファイナルマイナスのエンディングテーマを2期にわたって担当し2012年はテレビアニメアクセルワールドのオープニングテーマを担当した2012年2月 公式ホームページやブログで所属事務所を萌えジャパンから123に移籍することが発表された。2012年6月にはマレーシアで行われた AFA 枚にて自身初となるアジアライブを実現。2012年下季のテレビアニメ白王記霊明録の主題歌はじむなる霊明マイナスで自身初となるアニメのオープニングテーマを担当。 同年当期には、テレビアニメ、ヨルムンパーフェクトオーダーでもオープニングテーマ、アンダー、シャフトを担当している。2012年7月18日に発売された PS、PSP 専用ソフト、重機の絆関ヶ原北の主題歌集、悠久の歌にて、レーベルの後輩であるレイに、自身初となる、歌詞提供を行った。2012年10月14日には、 デビュー2周年を記念したワンマンライブマオン黒崎ライブ2012フォールセカンドアニバーサリーを渋谷アックスで開催2013年6月30日には上海で石川里師匠とのジョイントライブを開催し政治的な問題から中国におけるアニソンライブが長らく行われていなかった背景を受け長かったアニソンライブ氷河期の終わりがついに見え始めたと 中国メディアに取り上げられた。2013年11月6日には、テレビアニメ、東京レイブンズのオープニングテーマ、X エンカウンターを発売。黒崎にとっては、東京レイブンズが、初めて第1期から、オープニングテーマを担当したアニメとなった。2014年4月27日、幕張メッセ国際展示場で開催された、ニコニコ超会議3内で実施された、 音楽ライブイベント、超音楽祭2014超会議3に、IVE のゲストボーカルとして出演。2016年11月23日にテレビアニメ、ドリフターズのエンディングテーマ、バーミリオンをリリース。この曲のサウンドプロデュースを、ルナシー、スジェパンのギタリストであるスギゾーが行い、レコーディングのドラムを、ルナシーのドラマーマヤが担当する。2019年9月、 神田さやかと音楽ユニットアリシズを結成。2021年9月18日、配信ライブの最中に倒れ、急遽ライブ配信を中断。その後搬送された病院にて、鉱膜外血腫と診断され、そのまま緊急手術を受けた。手術は成功し、容体も安定。しかし回復に向けて最低でも2ヶ月以上の療養期間が必要なため、 当面の間、活動を休止することが19日に発表された。これに伴い、9月25日に北海道、プラントで開催されるイベント、アピアランスボリューム1イン札幌およ及び、10月8日に、東京、総月ホールで開幕するミュージカル、悪の娘への出演がキャンセルされた。悪の娘の代役は、スケサキが務める。 2021年12月18日、アリシズのパートナーである、神田さやかが、札幌市のホテルで転落して救世。お嬢という愛称の由来は、オタクなお嬢様だから。レギュラーパーソナリティを務める A&G アーティストゾーン 2H から生まれた。自身のブログ、日刊、黒崎は、文章の最後に、マウント何か一言つけて終わる。 ワンオクロックのファンであり、ライブにも足を運んでいる。アニソンシンガーを目指したきっかけは、栗林みなみのステージを見た衝撃からだと、インタビューで語っている。なお、2011年に行われた、アニメーロサマーライブでは、栗林みなみの呼び込みで黒崎が、ステージに登場。黒崎は目を潤ませながら、二人で、翼は、プレジャーラインをデュエットした。その後、 2012年10月6日に行われた筑波大学の学園祭で栗林南とのジョイントライブが実現した。好きな音楽はエヴァネッセンスやウィズ・イン・テンプテーションのようなゴシックメタル系だとインタビューで答えている。音楽的な趣味などが共通している北村恵里と親しくラジオなどで兼ねてから共演を絶望していたが2013年に開催された。 アナマックスミュージックス2013で二人のコラボレーションが実現。林原めぐみのギブ、エイリーズンをデュエットでカバーした。レーベルの先輩である川田真美とは講師に渡り親しく、X エンカウンターの作詞に行き詰まった際はアドバイスを受けたことをブログで明かしている。川田真美との間にはスナップアウトオブイットというデュエット曲があり、アルバム。 とある魔術の楽曲目録に、とある魔術の金書目録のイメージソングとして収録されている。その他にも親しい存在として、青イエイル、スケサキシャゲ、コトコの名前がお互いのブログなどで登場する。青イエイルとは台湾で、スケサキシャゲとコトコとは学園祭でそれぞれジョイントライブを開催。特にことこは黒崎にラブジェリーコースターで歌手提供をするなど、 デビューした当時から彼女のことを気にかけており、黒崎も琴とが憧れの先輩であると語っている。好きな食べ物はお茶、日本そば、梅干しなど。世界各国でも活発に活動を行っており、これまでにアメリカ、マレーシア、中国、台湾、タイ、アルティマとして、オランダ、アメリカボルチモアでライブを披露している。イメージカラーは紫。サイリウム。 ペンライトも紫を推奨している。乙女ゲームユーザーであることを公言しており、またイラストを描くことを得意としており、自身のツイッター、ファンクラブサイトなどで披露している。宝塚歌劇団の感激を趣味としていることを、ツイッターやブログで発言しており、同じ趣味を持つ何里優香や田村ゆかりと宝塚について会話を交わしていることが、ブログで確認できる。 休憩対専用ファンクラブサイト、黒崎屋が閉鎖され、2013年7月から PC、スマートフォンに対応した新しいファンクラブ、黒崎ファミリアを開設した、は、インターネット配信。ありがとうございます。